エリーザベト・ヘレーネ・フォン・トゥルン・ウント・タクシスは、ドイツの旧諸王トゥルン・ウント・タクシス家の子女で、ザクセン王家家長のマイセン編共白、フリードリヒ・クリスティアンの妻。全名は、エリーザベト・ヘレーネ・マリー・バレリー・フランチスカ、マクシミリアーネ・アントーニエ。トゥルン・ウント・タクシス公アルベルトとその妻で、オーストリア大公、ヨーゼフ・カールの娘のマルガレーテ・クレメンティーネの間の、 第六子、長女として生まれた。1923年6月16日に、レーゲン・スブルクにおいて、元ザクセンを、フリードリヒ・アウグスト三世の次男で、家督継承者だったフリードリヒ・クリスティアン王子と、結婚した。事前活動と、聖ヨをネ騎士団の福祉事業支援に尽くした。1976年に亡くなり、チロル地方の小村系ニヒスカペレのザクセン王家の、 御所に葬られた。ありがとうございます。